敵戦闘機、反転してこちらに向かってきます。さっき戦った時よりスピードが上がっています。やはり前よりも性能が上がっているのか。まずいな、こっちと互角になっちまったぞ。どうしましょう、タクトさん。了解、わかりました。これが終わったらエオニアと黒き月をぶちのめしてやるわ。そうさ、こんな無残なことをする黒き月も、それを利用しているエオニアも絶対に許すもんか。もう一度作戦内容を確認する。了解。あの人たちの戦闘機、見ているだけで悲しくなる。ムカつくやつらだったけど、こうなるとなんだか哀れね。自分の意志を奪われた挙句にエオニアの盾にされるとはね。せめて彼らの魂だけは解放させます。ええ、私たちって。そうだ、そしてこんなことをするエオニアを必ず倒すんだ。敵の戦力は増大しています。油断はできません。こんな戦いが彼らの望みだったとは到底思えません。私たちにできることは彼らの魂を救うこと、それだけです。敵の戦力は増大しています。油断はできません。こんな戦いが彼らの望みだったとは到底思えません。ごめんタクト、攻撃失敗しちゃったわ。攻撃失敗。超人の敵の戦力は増大しています。油断はできません。
今の攻撃でかなりのダメージを受けました。目標攻撃を開始。私たちにできることは彼らの魂を救うこと、それだけです。目標攻撃を回避。回避に成功した。今のはこんな形が彼らの本だ。心配いらないよ、タクト。到底思いません。よし来た、タクト。はい、了解しました。分かったわ、タクト。了解しました。なんとかやってみますわ。回避に成功した。狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。回避する。私たちにできることは彼らの魂を救うこと、それだけです。よし来た、タクト。すみません、タクトさん、攻撃失敗です。ストライクバースト。今のは聞いた。何、心配いらないよ、タクト。しーしくじった。全失敗。せっかくのチャンスに話ってやつは。戦闘不能。4番機、目標の攻撃に向かう。やれるだけやってみるさ。敵を確認した。4番機、攻撃を開始する。あー、もう、なんで当たんないのよ。了解。うまくいけばいいけど。回避に成功した。しーしくじった。許さないわよ。せっかくのチャンスに話ってやつは。攻撃、命中です。全システム切断。戦闘不能。4番機、今のはいい当たりだったね。どうだい、タクト。了解。回避された。もう機体にガタが来てる。次の、すまないけど修理を頼むよ。はい、了解しました。ハッピートリガー了解。目標攻撃を回避。了解。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。了解。うまくいけばいいけど。はい、わかりましたわ。4番機了解。なんとかしてみせるさ。はい、タクトさん、行動を開始します。対強全システム切断。戦闘不能。4番損傷攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。停止。目標攻撃を回避。はい、タクトさん、カンフーファイター了解。4番機了解。なんとかしてみせるさ。攻撃外れました。外した。損傷率回避したんですね。攻撃損傷率 90%。 戦闘を続行する。機能停止。
ハーベスター、了解。今のはいい当たりだったね。どうだい、タクト。すみません、タクトさん。攻撃失敗です。敵戦闘士、全滅しました。なぜだろう。喜ぶ気にもなる。むしろ胸がムカムカして、どうにかなりそうだ。タクト、正面が開けたぞ。今ならエオニアの機関が狙える。了解。エネルギーチャージ 100%、 発射準備完了。目標、エオニア機関、クロノブレイクキャノン撃てバカな、なぜこの私が。なぜだ、なぜだ、ノア。私は導き手となれるのではなかったのか。この手で旧文明の映画を蘇らせ、人々を理想郷へ。その私がなぜ。敵機関撃沈しました。すごい、あれだけの巨大な船が一撃で。ああ、悪党にふさわしい末路だ。なくしたものを必死に追い求めて、歪んだ理想に囚われた男の悲劇さ。ですが、その悲劇も幕を閉じました。他の無人艦も動きを止めたようですわ。これで脅威を去りましたのね。よくやってくれた、タクト。これで王国は救われた。それにしてもクロノブレイクキャノンってすごい威力でしたね。私びっくりしちゃいました。でもそれを撃てたのも私たちが周りの敵を片付けてあげたからよ。ルフト住所、ボーナスの査定はよろしくね。はははは、こりゃかなわんの。お礼を申し上げるのは私たちの方ですわ。タクトさんのおかげで勝つことができました。本当にありがとうございます、タクトさん。よし、勝利を祝って今日はパーッとやろうじゃないの。賛成。外部からの通信です。こちらの通信システムに強力な割り込みがかけられています。人間というものには感心させられた。紋章機のヘイローシステムを使いこなし、私の作った最高傑作をも破ったのだからな。白き月と人間は
私が預かり知らぬうちにさらに進歩していたようだ。だがそのおかげで私もまた進化することができた。こいつ何を言ってやがるんだ。なんだか気味が悪いな。人間とは誠に興味深い。それだけの能力があるのに、私の作ったインターフェースには簡単に気を許す。人間に似せた人形に疑似人格とノアという名を付けただけだというのには、もっともエオニアが騙されてくれたおかげで私も白き月と再び巡り合うことができたのだから、感謝せねばなるまい。あの人間はなかなか便利な存在だった。私の言うことをいともたやすく信じ込み、よく働いてくれたよ。私は黒き月。私のことを忘れてはいない、白き月よ。己と対をなす双子星のこと、さあ白き月よ、我らが作られた真の目的を今こそ果たそうぞ。お前と一つになった時、私はさらなる進化を遂げるのだ。